お久しぶりです、店長です。じゃあ今日はですね、今ね青森県の田子町っていうところに来てるんですけども、ここのね、大黒森っていうところにこれから行こうと思ってます。でここはですね、以前あの親方さんとね、 BBQJ チャンネルさんと3人でね、まあ、来たんですけど、その時ちょっとカメラ回してなかったんで、でなおかつね すごくね見晴らしがいいところなんですよ。なんでまあぜひねちょっとこれ動画にしておきたいなと思いまして、でしかもさらにね、まあ、これからやっぱり雪の季節になるんで、もう雪が降るとね行けなくなるんで確実に。だからまあ雪が降る前に、まあ、年内最後行っておこうと思いまして、まあ、今向かってます。はい、じゃあねよろしければ本日も最後までよろしくお願いします。で今ね大黒森7キロって書いてましたけど、もうここら辺もね冬季すでに場所によっては道によってはねもう閉鎖されてるんですよ。そういう閉鎖区間があるんで、であとはね一応多分今10度くらいあるんで凍結は大丈夫だとは思うんですけど、まあ、日が当たってない場所とかではそういう凍結もちょっと気をつけながら行ってみます。で一応ネットで確認したところではまだね雪は積もってないっていうことなんで大丈夫だと思うんですけどねまこればっかりは行ってみないとわからない。で前回その3人で行った時とかはね、途中が砂利道っていうかちょっとした、まあ、林道みたいになっててね、結構僕のレベルだとまあまあなかなか厳しいとこだなっていうふうには思ってたんですけど、まあそれちょっと一人で行くのも不安っていうかね心配ですけど、まあまあなんとかなるとは思います。ここら辺もねあれなんですよね、十和田湖に行く道の途中なんですよね。まあ今日は十和田湖にはもちろん行かないですけど、まあ多分でも今日とかだったらまだ奥入瀬渓流とか多分走れるとは思うんですけど、雪積もってないと思うんだよなまだ。大黒森左で合ってますね、ちょっと気をつけながら。いやーまあでもね1年あっという間ですね本当ね。今年はでもおかげさまで、まあ、YouTube ちょっと頑張って動画、まあ、去年の12月1日から始めて今何本かちょっと見てないから分かんないですけど、まあ多分ね僕の記憶だと、まあ、130本くらい上げてると思うんですけど、いやまあ頑張りましたよね。130本って言ったらだって3日に1本のペースだから、まあ頑張った方だと思いますね。途中でね高熱が出たりとか、あと盲腸で入院したりとかありましたけどねそれでできなかった時とかありましたけど、まあでもいろいろ勉強になった1年でしたよね。おっとこれは怖いね。まあ動画もやりながらねやっぱりちょっと落ち込んだりする時とかもあってね、あ登録してくださる方増えないんだろうなとかね、なんで低評価がつくんだろうなとかね、そういうの、おー綺麗。まあでもそれもねやってれば慣れてくるから、まあそんなに気にならなかったりとか、あと自分なりに改善したりとかしてね、まあ有意義でしたよねそういう面でも。ちょっとだから今年はね僕としてはまあやっぱり健康面でねちょっと月がなかったなっていうのは思いますけど、あの厄年、厄年ですよね、あれはもう終わってるんですけどね、まあ、ちょっとその健康面でついてなかったなって思いますね。まあ、それ以外はおおむねっつうか、ね、店がなくなったりとかしてるから、まあ、ちょっといいとは言えないと思うんだけど、まあ本当ね、これから来年、いい年になってほしいですね、なんか、運が開けてってくれればいいなと思いますけどね、まあ、不満ばっかり言っててもね、まあ、一応まだ、一応なんとかね、生活できてるっていうか、まあ、飯は食えてるんで、とりあえずはね、まあ、ありがたいことではあるんですけどね、まあ、さらに来年は、まあ、いろいろ仕事面でもね、いい方向に行けばいいなって思いますね。あとやっぱり YouTube でね、できるだけ早く登録者さんは1000人突破して、あっと、これ、あれ、いけるよね。これ閉鎖なんだけど、これ左は行っていいはずなんで、大黒森。これまっすぐは多分ダメだけど、こっちは行っていいはずなんで行けますね。多分ねまっすぐは閉鎖って書いてるってことは、まあ、まっすぐ行くとあのバリケードとかあって多分行けないと思うんですけど、去年ね
行ったことあるんですよ。雪がもう積もってる時に車で、で確かそのバリケードとかあったと思う。まあ雪さえなければね、熊に注意って書いてんな。まあこの上下例のワークマンで、プラス手は夏用のグローブだけどハンドルカバーとグリップヒーターでもう完璧です。非常に快適ですね。であと足にワークマンの980円のオーバーソックスっていうのを靴下の上に履く靴下みたいな、まああれで大丈夫ですね。まあ今ここ来るまでにどうかな、1時間半くらいは走ったかな。まあ全然大丈夫ですね。まああとはね、やっぱり走ってればどんなに厚着してもある程度寒くなると思うんで、0度付近だとね、まあ、そういう時は、まあ、こまめに休憩しながらやればいいんじゃないかなって思いますね。でこれはどっちなんだ、あ左だね。大黒森山頂 4.8 キロって書いてるんで、で今日は土曜日なんですけど、まあ人が、あなんかすごいねこれ、見えるかな右側になんかいろいろ施設があった感じ。今のところ人は確認できてません山頂がねすごい景色いいんですよ。まあだから土曜日だからね、もしかしたら人いるかもしれない。で時刻は今11時57分なんで、このねヘルメットがね、ヘルメットのサングラスが、サングラスでいいのかなあの光をね遮るやつね、これは最初からついてるんですけど、ほとんどね役に立ってないんですよ。だから要は太陽がすごい眩しいんですよこれ。だからねちょっと危ないから、これはもしかしたら変えた方がいいかもしれないです。まあもうヘルメットと一体型なんで、ヘルメット自体を変えた方がいいのかもしれない。自転車の僕が使ってるサングラスだったらね、眩しいなんてこと絶対ないんで、ちょっとこれはまずいっすね。まずいと思う自分で。まあこのヘルメット自体は1万5000円で、まあ比較的安い部類に入るヘルメット。おっと綺麗ですね。まあ買うのもありなのかなとは思いますけど、前回ねそうだ日の出撮った時の動画がね、ちょっとなんかカメラが上向いちゃっててね、すごい見にくかったんで、あれちょっと申し訳なかったですね、すいませんでした。たまたまね、本来であればスーパービューっていうので撮ってるんですけど、まあたまたまなんかスタンダードで撮ってて、ちょっと強角、狭い角になってたんですけど、ただ逆にそれがね、あの早朝の暗いところを撮るのはそれで逆に良かったかもしれない。僕が思ってたよりもすごい綺麗に映ってたんで。その前にね夕方に撮った時の動画あるんですけど、それも途中からすごい暗くなるんですけど、その時とは結構ね真っ暗でも全然見えてなかったから、でコメントでも見えないっていうコメントいただいたんで、まあ、それくらい見えなかったんで。わあすげえ、いやー結構車1台もすれ違わないの不安になりますね。いやー綺麗だ、ほら綺麗なんですよ。いやー綺麗だね。あ、ちょっと止まれるか、止まろう、ちょっとだけね止まりましょう。まあまだ頂上じゃないんですけど、すごくないですか、ほら見晴らしが良くて。八戸のね橋上岳とまた違うんですよ、見える景色がね。こっちはもうほんと田子町は山だから、もう見渡す限り山です。海が見えないですもん。だからやっぱこういうのもね経験っていうか、すごい広いんだなって思いますよね。この土地が海が見えないっていうのが、ジェネレーションじゃない、ちょっと考えられないっていうかね、海の近くに住んでる身としてはね、海が見えないっていうのすごいなって思いますよね。しかも別に田子町とかそんなに遠くないっつうか、八戸市からね そこまで距離離れてないから、それでこれだからね。いやーすごいっすよ。でちょっとねこれ上見えるか分かんないけど、まあ、山頂付近に神社がある。あちょっと待って、これどうすればいいんだろう。山頂右だな。
ロッチカウベルだって。サービス維持景観の保全のため、レストラン宿泊ご利用以外の方の建物敷地内に立ち入り見学とご遠慮ください。多分今やってないですよねこれね。陶器は多分閉鎖されてるってことだと思うんだけど。ああすごいな。でもへー、だから宿泊できるってことですね。だ景色はすごくいい。よいしょ。ああ雪が残ってるけど多分大丈夫だと思うけどな。うわあすげえ、家に窓とかに板が打ち付けられて、ああ来ましたね。じゃあこっからが、まあ、ちょっとした林道っていうか。ああ雪がある。うわあ、まあこの程度だったら大丈夫だけど。雪ありましたね。まあでも日が差してるんで大丈夫だと思うけどね。であの雪に一つだけ一台分だけ車の跡があったっていうのが気になるけど、どうなんだろうな、行って帰ってきてねえのかな、ちょっと分かんないそこら辺は。まあここね車で通れっかね。 あとちょっとそうだ、ペッて鳴らしながら行って熊よけで。ここはね僕のレベルで言えばまあまあそれなりに怖いですね。怖いっていうかちょっと油断せずに行かないとっていうふうに思いますけどね。 BBQJ チャンネルさんとか親方さんとかだったら全然全然ですよって言うと思いますけど。あ遊歩道だって左側、なんか一組くらいいてほしいけどね、怖いよね。結構勾配がきつい。あのね、こういうとこは本当にね、あの引く勇気っていうか撤退する勇気って大事なんで、まあ、今のところ雪大丈夫ですけど、まあ、あのちょっとそういう勇気ある撤退ももしあれだったら視野に入れながら。まあ、この気温とこの程度の雪だったら大丈夫だけど。枝踏んじゃった。くそ、結構ねここもちょっと長かったような気がしたんだよな多少。おわ凍ってる、ちょっとこれチェックだな。まあ、あの氷凍ってて溶けた感じ。いやちょっと危なくないかこれ。あのね、ちょっとね今来ちゃったけど、もう一回これがねあるようだったらね、ちょっとこれは行かない方がいいかもしれない。危ない、これね多分帰りちょっときついかもしれない。
あ、でももう多分頂上だよ。あのね、頂上近いんで、もしね、ああいうとこあったら車じゃねえ、バイクを置いて行くっていうのを手ですね。雪がなきゃいいけどな。まあこれくらいなら大丈夫か。あー、着いた。神社が見えますね。展望台遊歩道って書いてる。大久野森神社、これすごくないですか。誰もいないですね。ではここでもしあれだったら、まあ、ラーメンとか作れるっていう。なんだこれ、靴下が落ちてるな、怖いな。すごいでしょこれ。から見る限りはだから登ってくる人とか全然いませんね。なんで靴下が捨てたの、怖いね。はい、じゃあね、まあ、一応景色堪能しましたんでこれでねちょっと帰りたいと思います。トイレとかも怖いね。ちょっとあの下りの雪怖いですけど気をつけて帰ります。はい、じゃあね、本日も最後までありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは失礼します。あのね、ちょっとね、ここだけちょっとね気をつけたいんですよ。ここ転ばなきゃいいけどな。オフで、ああ滑る。わあ、よった、いった、よかった。今ちょっと怖かったね。あのね、すごい、なんとね、適度に固まってるんですよあれ。今ほんと怖かったですね。で、そのハンドル切っていいのかどうかもちょっと微妙、わかんないし、まあ、だからね、ほんと無理しない方がいいです。特にこういう勾配があるところの雪はね、怖いから、たったあれだけの面積でもね、ちょっと登った後に、いや失敗したかなって思ったから、そこだけちょっと気をつけてください。もし雪道行くときはね、お気をつけください。はい、じゃあね、以上です。どうもありがとうございました。失礼します。